アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。第5代クラッシュフェザー級王座決定トーナメント1回戦。高校生の時にクラッシュ出てたんで、もう7年ぐらいですかね。はい。湘南の恭平、林恭平。これまで林健太、小沢海人、大岩達也らと拳を交えてきた。27戦のキャリアを誇る25歳、ビッグバンライト級王者の次の狙いは小足のベルト。自分がデビューした時っていうか、クラッシュとか出てた時って K1 もなかったし、当時クラッシュでチャンピオンだったタケル選手だったりとかもうやっぱりなんかクラッシュのチャンピオン世界一位みたいな感じ言ってたんで、もう本当に本当に欲しいっていう気持ちです。対するは前のままベルト取ります。ネバイナフ岡島ケイト。昨年9月にデビューした4戦無敗の大型ルーキー。小学校から高校までサッカー部で活躍。高校2年の冬にタケルの試合を見て衝撃を受け、卒業後 K1 ジム相模大のクレストに入門した。かっこいいなと思って、はい、これだと思って走りました。格闘技の才能を開花させた岡島、無敗の快進撃を続けるも未だ KO 勝利はない。倒しきれないですね。別にポイント取って逃げるとかではないんですけど、なかなか本気で倒しに来てる相手に対してどっちもやっぱ倒しに行くじゃないですか。なかなか倒れないです。今回のトーナメントでは KO できる岡島を見せ、無敗のまま小足の王者を目指す。本当に K1 とクラッシュはレベル高いなと思ってて、でクラッシュのベルトと K1 のベルトはもう絶対取るって決めてるんで。1回戦はキャリアで勝る相手、進化が問われる。ビッグバンのチャンピオンですね。はい。いやどうも思わなかったですね。4戦4勝ですもんね。はい。まあでもしっかり勝たせてもらわないととは思ってます。まあ自分は手堅く勝ちに行きたいなと思ってます。当てさせないでしっかり勝ちます。はい。まあ力まずにちょっとちょんちょんちょんドーンって当ててスコーン倒れるような豪快な KO を見せます。9月26日後楽園ホール、第5代クラッシュフェザー級王座決定トーナメント1回戦、林恭平 VS 岡島圭人。